はい。えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第8週の、えー、ビデオの、えー、最初のビデオになります。ここでは模擬授業とは、それから2番目の模擬授業の SOP について話したいと思います。<laughs> すみません。はい。えー、模擬授業というのはですね、あの、英語では Mock Class と言いますね。で、ここでは、えー、授業をしますが、えー、 本当の学習者はいません。で、本当の学習者の代わりに、他の先生が学習者の役をすることが多いですね。理由は、えっと、練習のために、えー、この模擬授業をすることもあります。それから、えー、新しい先生が、えー、仕事を探すときにですね、この試験を受けますが、その時にこの模擬授業をすることもあります。<laughs> <coughs> すいません。失礼しました。うん、はい。えー、で、うん、模擬授業で練習する理由は、えー、いくつかありますが、一番大きいことは、えー、失敗するかもしれないことに挑戦できる。それがとても大きいと思います。ですので、えー、模擬授業は失敗するための場所だと思っていていいです。でそれから、実際に授業をするまで、 え何をそれまで考えていなかったか、それがわかりますねえ。だいたい普通は、あの、準備が十分ではありません。慣れていないうちはね。で、ですので、えどんな準備が必要なのかが分かってきます。そしてそれから、自分の事業について、他の人から意見をもらうこともできます。これもとても大事ですね。はい、それでは、 えー、今週ではなくて来週の授業でどんな模擬授業をするかについて説明します。でえー、この3月10日の模擬授業では3人のグループになって模擬授業をします。で1人20分以内でお願いしますねで。3人が順番に模擬授業をしてください。でそのための SOP を今週3月3日から作ってください。お願いします。 で模擬授業の SOP で準備することはまずみんなの日本語の第5課から例文を1つ選んでください、えー、1から5までありますねこの中の1つを選んでくださいそして、えー、例えば1番を選んだ時は文系1例文の1と2練習 A の1練習 B の1と2練習 C というふうに、えー、全てを SOP の中に入れてください、えー、つまり模擬授業でこの全部をやってくださいね <laughs> はい、もちろん1から5の中でどれでもいいですどれでもいいですが、えー、その1つを選んでこの右側の練習をやってくださいで、えー、お願いしたいことが2つあります2つとても大事なことです1つは、えー、優しい練習から難しい練習に進むということですね例えば例文を見ながらリピートするというのはこれはとても簡単です で、次に、例文を見ないで、マイクをミュートにして、シャドーイングをするというのがあります。これは先生が言ったことを、あの、聞きながら繰り返すっていうことですね。で、次は、例文を見ないで、コーラス、みんなで言うコーラスですね。そして、え例文を見ないで、一人一人指名して、え言う。そういう方、あの、これがだんだん難しくなっているわけです。で、もちろん、場合によっては、これを全部やらなくてもいいですが、 でも、あの、えー、まず4番をやってから1番をやるというのは順番として間違っています。必ず優しい練習から難しい練習に進んでください。えー、それから2つ目、大事なことの2つ目は、必ず先生よりも学習者の方が多く話すようにしてください。えー、話すのは先生ではなくて学習者ですね。はい。これ大事なのでもう一回言いますけど、 えー、優しい練習から難しい練習に進むということと、えー、先生は話さないで学習者が話す。この二つは大事なので必ず守ってください。はい、えー。このスライドへのリンクはビットリースラッシュ TTCB81 です、えー。このビデオに知らない言葉があったら暗記、クイズレット、メモライズなどのツールに登録して、えー、練習を、復習をしてください。 はい。それでは私からは以上です。失礼します。